飲み込む得意の癖が得意ネタ若手グランプリ。繋がれた鎖を引きちぎって、癖が詰まったリズム芸、コントお寿司屋さん。こんなとこにできたんだ寿司屋、全然気がつかなかったな。うまいね。ちょうど中も空いたことだし、ちょっと入ってみようかなベイベー。ガラガラヘルワッシャイ、どうぞお客さん今日も新鮮なネタがたくさん入ってきてますよ。ワッサーさあ何から握りやしょうか。あれも食べたい、すごいね。これ全部作ってるってことで、ウーターとかすごいね。決められないや、どれも新鮮でどれも美味しいよ。じゃあもう大将のおすすめください。早めにいつもつけたいねこれね。シュウマイでシュウマイかいだったシュウマイかい。うわいいね。シュウマイでシュウマイかい、シュウマイかい、シュウマイでシュウマイかい。いやいやいや、何なんだよシュウマイなんだよ。本当にこの店寿司屋なのかい。ってんだろうな。そんなに言うなら自分で選んで頼めばいいでしょ。じゃあお客さん何を握りやしょう。シュウマイでシュウマイかい、シュウマイかい、シュウマイかい。寿司屋でシュウマイなんて悪い、常識外れでなんて悪い、人の真似しようよ。そんな人生のない常識ぶっ壊せ、常識ぶち破れ、そして新しい扉をこじ開けよう。非常識通りなの、革命には起こせ。そうさ俺らは常識ブレイカー、クルービーラビシで常識ブレイカーでした。かっこいい。面白い。グルービーラビッシュは、はい、何年か前キングオブコントか M1 かね話題になったっすよ。結構まああれ5年ぐらい前なのかな。このネタ1本でキングオブコント準決勝まで進みました。それか、はい、まさにこのネタということで、徳井さんグルービーラビッシュ面白いとツイートしてくださったこと覚えていますか。覚えてる覚えてる覚えてる。いや怖いね本当に。なんか言うもんじゃないね。すごい嬉しかった。いや本当嬉しいけど、いやでもねあんまし出てないもんね。確かにな、クセスゴで出す方が。うん、とか次はね決勝とかまで。決勝行っちゃったらねクセスゴの美味しさなくなっちゃうから。先にこっちですね。そうなの。ただそうなると決勝にちょっと行きづらくなるっていうね。難しいんだよね。お笑いバレちゃうからね。グルービーラビッシュバレてないのか多分。どっちを取るかっていう。そうだね。